パッドスマレンパッドスマレン、またはパトリックスマレンはアイルランドを拠点としていた機種である。1996年3月にヤングジョッキーズワールドチャンピオンシップに出場するために初来日を果たした。中央競馬初起乗となったオープニングカップでは6番人気だったドリームポー戦に起乗し発着となる。2001年アイルランドのリーディングジョッキーとなる。2002年 11月にジャパンカップに出走するイリジスティブルジュエルに帰場するために2度目の来日を果たした。中央の重賞及び GI 初帰場となった同レースは13番人気で11着だった。2003年イギリス2 0 0ニーをリフューズトゥベンドに帰場して制し、イギリスのクラシック競争初勝利を挙げた。2004年アイリッシュダービーをグレースワローに帰場して制し、 ダービージョッキーとなった。9月18日にアイリッシュセントレジャーをビニーローに起乗して制し、人馬もに同レース4連覇を達成した。12月に第18回ワールドスーパージョッキーズシリーズに出場するために3度目の来日を果たした。同シリーズは18ポイントで13位だった。2005年アイルランドで67勝を挙げてリーディングジョッキーとなる。2007年 3月25日から11月4日までアイルランドの平地で90勝を挙げリーディングジョッキーとなった。12月にインターナショナルジョッキーズチャンピオンシップに出場し4位となった。2018年3月から水臓癌治療のため騎手業を休業。10月に主要の除去手術を受け回復が見られたものの2019年5月に騎手を引退した。 2020年9月15日夜、水臓癌のため、ダブリンのセント・ビンセント病院で死去。43歳ボーツ。没約1ヶ月後の10月16日、自身が騎手として人生初勝利及び人生最後の勝利となった舞台である弾道区競馬場にて、自身の名前を冠した追悼競争が実施。マーキュリー・ステークスを、パッド・スマレン・マーキュリー・ステークスと解体された。 金額の単位は、日本円2006年終了時点。パッドスマレン機種、がんの治療が、成功も引退を発表海外競馬ニュース2019年5月16日、レーシングインモーニングフォローイングザデスオブパッドスマラン、レーシングポスト2020年9月15日、海外競馬、ピースマレン元機種が死去、43歳アイルランドで9度の、 リーディング獲得ダッシュ NETKEIBA.com 2020年9月16日 AB スマレンもト機種の追悼競争が実現することに競馬ニュース NETKEIBA.com 2020年10月13日閲覧ありがとうございます